大崎八幡宮は、宮城県仙台市青葉区八幡にある神社である。旧社家は尊社。社殿は国宝に指定されており、ドンと祭りの裸参りで知られる。創建年代は不明であるが、社殿では、坂の上の田村マロが、宇佐神宮を鎮守府伊沢町に誕生し、鎮守府八和田宮と称したことに始まり、室町時代に入り、欧州艦令であった大崎市が、本拠地に移したため、 大崎八万宮と呼ばれるようになったという、大崎市開域後の慶長を9年、伊達政宗が仙台城から見て北西かつ仙台城下町北西端の現在地に造営を始めた。当地は別当時の竜宝寺の西隣にあり、城下町の北に連なる北山丘陵と広瀬川とが接するために、 城下町がある菓子団級の西端部にあたり、広瀬川上流の愛子盆地や山形方面に向かう、桜波街道が越えなくてはいけない、最初の難所の鳥沢の城下町側に接する地である。慶長12年、従来伊達氏が祀ってきた鳴島八幡宮と合祀して、仙座市、仙台城下の観天門の沈めとした。以前に、大崎市の家臣が行っていたやぶさめの神事は、その旧神三人が、 祭りの日に仙台までやってきて勤めた。仙台藩は、官営15年から彼らに旅費を支給した。後に社職の者も,も加わって4人が勤めた。庶民から、八幡堂とも呼ばれていたが、古来より、社名は、大崎八幡宮だった。明治4年の大上官布告によって、近代社格制度が制定されたのを機に、大崎八幡神社に改称された。 鎮座400年の記念大祭を10年後に控えた、平成9年、大崎八万宮の名称に服した。現存する本殿、石の間、拝殿は、伊達正宗の鬼神により建立され、慶長12年に竣工した。手前の拝殿遠くの本殿を、石の間で繋いで一棟とした、権限作り形式の社殿である。拝殿は、桁行き七間、張間三間、入りもやくりで、 正面には、千鳥波風お店、東ハ風作りの後輩がつく。本殿は、桁雪5軒、張間3軒、入り模屋作り。石の間は、桁雪、張間とも1軒、両下げ作りとし、屋根はいずれも、吹きである。石の間は、本殿、拝殿より床を一段低く作り、板敷きとする。本殿の正面の木先部分を、石の間内部に表すのが、この種。 権ン作りの特徴的な手法である。廃殿内部には仮の葉の絵師、佐久間作京の筆になる当時師の障壁画や大光陵の清流、石の間の各天井には53種の草花が描かれており、俗に佐神五郎の作と伝わる、花鳥堂植物や、節話風の人物、睨み猫など多彩な彫刻が組み込まれている。本建物は、柱などの軸部を黒漆塗りとし、 投げし、組物、カエルマタなどは彩色、彫刻、トキンカナグで装飾され、安土桃山時代の文化を今に伝える、画国最古の建造物である。桃山建築の息を凝らした絢爛たる社殿は、後に日光東将軍に引き継がれることとなる。境内には、樹齢350年の犬しでが建っていたが、環境悪化により、古村した。毎年、 った温泉のッった霊神社の神体が春になると、座王、お釜を見下ろすカっただけ山頂のッった霊神社へ、季節潜座しているが、先座の前に、毎年、ッった霊神社雪かき奉仕を東急が行っている。社殿、手前が拝殿、奥の屋根が本殿で、これらの間を、石の間で繋ぐ。国宝重要文化財登録有形文化財、選択無形民族文化財丼と祭りの日は、 パークライド用の駐車場が開設されたり、仙台市都心部との間などに臨時バスが運行されたりする。1941年から1976年までは仙台市電、八幡神社前駅が最寄り駅だった。ありがとうございます。